通り、もう今シーズンのカップ戦は終わりました。いい意味でね。いい意味で、俺らこれからもリーグ戦に全集中できるんだよ。まずは下見てないよ、俺たちリーグ戦も下見てないからね。常に上見続けて、常に上見続けて這い上がっていこう。今日ね、まあ、あのずぶ濡れになっちゃったと思うけど、あの自分たちもこれで強くなったと思えばまた前に向いていけると思うし、もっと強いエネルギーでアジスタで戦えると思うんで、しっかり90分でかい声出してホームの雰囲気しっかり作って町田ぶっ倒しましょう。今日もお疲れ様でした。